マリオが武器を手に戦略バトル。相棒はこいつ。 UBI ソフトの人気キャラクターラビッツとマリオが異色のコラボ。ちょっと様子のおかしいキノコ王国を舞台にマリオとウサギたちのハチャメチャバトルが始まる。マリオプラスラビッツキングダムバトル。ゲームはターン制の戦略シミュレーション。3人1組でチームを組んでバトルに挑む。ルールは簡単。移動して隠れて撃つ。これが基本。敵を全滅させれば勝ち。移動、隠れる、撃つ。この隠れるが本作のバトルではとても重要だ。隠れずに突っ立っていたら狙われ放題だけど、ちゃんとブロックに隠れていればこの通り安全だ。もちろんそれは敵だって同じ。土管を使って隠れている敵の後ろに回り込んだり、味方を足場に遠くまで大ジャンプしたり、さらには移動ついでにスライディング攻撃したり、攻撃範囲やブロックの位置、ステージや敵の特徴を考えていかに有利な位置取りで立ち回るかがバトルの肝だ。選べるキャラクターは全部で8人。使える武器やスキルがそれぞれ異なる。標準的な武器クラスター以外にも、近くの敵をまとめて攻撃できるハンマー、隠れた敵も一網打尽爆弾、長距離射撃ならこれシューター、ブロックごと粉砕する恐るべき破壊力ブームショッターなど、武器のタイプはいろいろ。さらにヒップドロップで強力な範囲攻撃、シールドで敵の攻撃をガード、爆発するスライディング、着地時に味方の体力を回復、敵をおびき出すダンスに、敵を追っ払う雄たけびなどなど、さまざまなスキルを獲得してつけていくことができる。キャラクター、武器、スキルの組み合わせによってどこまでも自由な思い通りの戦略を生み出せるのが本作の魅力だ。バトルの合間には探索要素も。意外なところに隠された武器やアイテムを見つけ出せば、戦略の幅はさらに広がり、バトルはもっと面白くなる。さらに2人でチームを組んでバトルする協力プレイも。協力プレイ専用ステージでさまざまなミッションに挑戦。いつでもお互いにターンをスイッチできるので、パートナーとの連携が勝利への鍵となる。マリオとラビッツが繰り広げるはちゃめちゃ戦略シミュレーション、マリオプラスラビッツキングダムバトル。